MGFF 機関砲は、スイスのエリコン FF20mm 機関砲のドイツにおける派生型である。名称の MGFF とは、マスキー・ネンジェウェア、フラジェルフィストの略語で、航空機用固定式機関銃の意味である。1936年に、ドイツのイカリア社によって開発された。MGFF は攻撃。 防御療養として使用可能なように設計されており、主に第二次世界大戦の初期にドイツ空軍で多用されたが、1941年から 20mmMG151-22 徐々に切り替えられていった。MGFF はメッサーシミット BF-109 にモーターカノンとして搭載されるはずだったエリコン FFS20mm 機関砲が実際に現物を搭載してみると、 BF-109 のエンジンであるダイムラーベンツ DB601 のシリンダー間隔が小さすぎて重心が収まらず、モーターカノンとしては搭載できなかったため、これに対処した 20mm 機関砲として開発されたという経緯を持つ。ただし、モーターカノンとしてはエンジンからの振動が原因で、作動不良に悩まされることとなり、結局主翼や走破付きの機種に搭載され、 広く使われるようになった。エリコン FF が原型になっているため、より大型のエリコン FFS から開発された、イスパノスイザ HS404 などに比べて、低い方向初速、断層がドラム式に限定されているといった端緒があった。MGFF はエリコン FF より小型に設計されていたが、BF109 とホッケウルフ FW190 などの、 戦闘機への翼の搭載には、ドラム断層が、かなりのスペースを必要とするために簡単ではなく、断層の直径を抑えた結果、弾数が1ドラムあたり60発しかない、という問題も生じている。また、ベルト球弾方式とする実験も行われたが、採用には至らなかった。1940年月には、弾柄を薄くし作薬を増加させた、薄柄弾頭に対応するために、 副座バネを変更した MGFF-M が登場し、BF109E-4 と BF110C-4 に搭載された。MGFF と FF-M は、戦闘機には F、BF109E-3F-1、BF110CF そして、FW190A-1A-5 に搭載され、爆撃機では、d o 1 7 d u 2 1 7 1 8 8 HE111 などに搭載された。また、関西水蒸気の AR196 にも搭載された。1941年から MGFF は順次 MG151-20 に取り替えられたが、BF110 の後部コックピットにちょうど収まったので、1943年に BF110 夜間戦闘機型に主ーーム MG クとして搭載され再び使用されることに、 なった。イカリア社は、ベルリンの郊外に工場を構えていた、航空機部品製造メーカーで、1934年に、スイスのエディコン社の子会社として設立され、航空機銃と、航空機重用重化、及びプレキシグラス製航空機用風防を製造した。イカリアとは、ギリシャ神話に登場するイーカロスに由来し、イーカロスのという意味である。 単発戦闘機のエンジンに直接機関砲を装着し、プロペラの駆動軸を中空としてその中に方針を通すことで、プロペラに干渉せずに機銃を装備できるようにした武装搭載方式。M の M はマイニングギスショスの意である。装備機の斜め髪型を射撃できるように機銃を装備する方式。ありがとうございます。